はい、皆さんこんにちは、ジーナ先生。ほう、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、これを皆さんにめちゃくちゃおすすめされて、めちゃくちゃワクワクして待ってたんだよ、この動画。はい。一緒にね、ジーナの大好きな尾崎紀世彦さん、はい、の動画、もう一回見ます。はい。でも今日はどんな動画なのかってね、尾崎紀世彦さんがやってた、なんか志村けんさんのモノマネだって。やばいやばいやばい。なんかトークとモノマネらしいから何が待ってるか本当にさっぱりわかんないから、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。心の準備いかがですか？大丈夫？ OK。 つけてください。いくよ。どうなるかな？いきますよ。せーので、ちょっと今日いらしていただいたお客様に聞きたいんですが、僕のこういうライブショーというか、生のショーを初めてご覧になった方、ちょっと手を叩いていただけますか？あんたなんかプ そうですよね、いけませんよね。僕もあまりコンサートやらないから 文句言わなくたっていいじゃない、そこで。そうよそうよそうよなんて。で、そうですか。じゃあ僕がモノマネやるなんていうのはご存じない方が多いですね。じゃあちょっとモノマネを聞いてみたいなと思う方、ちょっと手を叩いてもらえますか？じゃあモノマネなんか聞きたくないっていう方、ちょっと手を叩いて。出口あっち。よく引っかかる方がいらっしゃるんですが、これが楽しみでやってるようなもんですけど、僕はシンガーっていうか歌手のモノマネっていうのは一人ぐらいしかできませんで、菅原洋一さんしかできないんですよ。で、菅原のお父さんのデビュー曲をちょっと一曲聴いていただこうかなと思うんですが。 お父さんのデビュー曲っていうのはカントリーソングでして、ああ I really don't want to know という曲ですけれども、もう僕はあなたのことをこんなに好きになっちゃったんだから、もうどんな男に昔抱かれようとキスされようとそんなことはひりたかないの。あなたの過去など知りたくないの。住んでしまったことは仕方ないじゃん。ないの。聞きたい、もともとの曲。ダメだこりゃ。あとはコメディアンの方だとか、漫才をやってらっしゃる方だとか、落語家さんだとか、そういう方たちはどうにかこうにかできるんですが、昔漫才をやってたんですが、最近奥様が亡くなられて、最近漫才をやらなくなった方がいらっしゃるんですね。春日三九さんっていう方がいらっしゃる。地下鉄の漫才をやってらした方っていうと、大概を思い出していただけると思いますね。地下鉄っていうのは一体どこら辺でしょうかね。いっぺん見てみたいと思うんですよ。こっちの方から変なかななんて思って、向こうの方からさ、なんか入れられちゃったりなんかしてね、また今晩寝れなくなっちゃうの。歌手ですよ。あとお正月になりますと必ず映画館に看板がかかる方っていうと、風天の寅さんやってる渥美清さんですが、方の声っていうのはかなり甲高い声なんですね。で、言葉をはっきりと喋って、気取って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 気取りまくって喋ると渥美清さんになるんですが、私ってことで。いや、お客さんよ、そうやって笑っちゃったりよ、手を叩いちゃったりしてるけどよ、やってる本人としちゃ楽じゃないよな、さくら。
やどうして歌の時よりも拍手が多いのはははは、じゃないでしょう。困ったもんですけどね、イメージ狂った。あとはそうですね、僕が大好きなグループで、あのドリフターズっていうグループがあるんですが、あそこであの加藤茶っていう人がいらっしゃるでしょ。彼多分僕と同い年ぐらいだとは思うんですが、あの足をいつもガニ股というか大脚といいますかね、目をパチパチパチっとしながら出てくるじゃないですか。ちょっと歩いて出てくるとこからちょっとやってみますからね。ハートちゃんにこれ待ってよ。で、張さんがダメだこりゃって言って、もう一人あの好きな人がいるんですが、ドリフターズに。で、あの僕の声がここにあるとしますよね。で、ここにある僕の声をここまで引きずってくると、あの志村けんの声になるんですが、ちょっと引きずってみますか。なあ、どうもすみませんね。ああ、ありがとうな。いらっしゃいませ。私は恥ずかしいだよ、こういうことはよ。やだっつってんのによ。ありがとうございました。やっぱ、ほんとに。さすが。もう知らない。それじゃあまた歌の方に戻りますか。いきなりこれからのギャップが大変なんですけど、行きましょう。 Here we go。 やばちょっと待って、皆さん、あっという間だったね、これ。もう終わっちゃった、早っ。え、尾崎紀子さん、本当に志村けんさんのモノマネそっくりじゃないの。もう一緒だって、目ね、もう目閉じたら本当に志村けんさんだと思うもん。さすが。いや、いいな、本当にますます好きになるよね、ね、皆さんね。いいなぁ。本当に生まれてくるの遅かったんだよ、ジーナは、マジで。なんでやねん、本当に、思う。いや、よかった、皆様、ほんまにおすすめ最強、ありがとうございました。これ、気に入った。なんか、ね、あの、本当に笑いとるところってめちゃくちゃうまいよね。すごいよ、本当にさすが。何回惚れ、なんだろう、何回惚れてんのこの人、わかんない、もう数え切れない、忘れた。はい、ありがとうございます皆さん。では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 、またまたおすすめお待ちしております。いっぱい書いててください。はい、尾崎紀世彦さんのおすすめ、いつでもウェルカム。はい、もちろん他のね、歌手さん、芸人さんとか誰でももちろんウェルカムなんだけど、はーい、書いててください、お待ちしております。 OK、 また次の動画で、で土曜日の夜8時半より生配信やりますので、よかったらよかったら遊びに来てください。 OK。 ありがとうございました。ではではでは、皆さん、もう知らないよ。うそ。バイバーイ。